ジャン・ドゥーシェは、フランスの映画監督、映画批評家、映画教育者、俳優。1929年に、フランスのアラスに生まれる、パリのソルボンヌ大学哲学科卒、カイエ・デューシネ・マ氏に、初期から関わる。親愛の情をもって、他の批評家たちと対話をし、そして演出家となった者に対しては、ドゥーシェは、彼らの作品で重要な役柄を演じている。それらは、 ジャン・リュック・ゴダールの勝手に仕上がれ、フランソワ・トリュフォーの大人は分かってくれない、ジャック・リベットのセリーヌ・とジュリーは船で行く、ジャン・ユースターシュのママと勝負などである。また、ジャン・クロード・ブリソーのヤバン・ネ・ユーニ、パトリス・シェローの王女・マルゴ、オタール・ヨセリアーニのジャルガン・イエヌ・オトンにも出演している。ルーシェはアルフレッド・ヒッチコックについての重要な仕事で、 有名であるが、フリードリッヒビルヘルム・ムルナウや黒沢明、イングマール・ベルイマン、あるいはジャンダニエル・ポレの作品分析によっても功績を残している。セルジュ・ダネを会へ入りさせたのはドゥシェである。フランス国立映像音響芸術学院での教育活動は、たくさんの若い演出家を導き、彼らはドゥシェを作品に出演させている。それらが、フランソワ・オゾンの シットコム、グザビエ・ボーボワの、N、ウブリー・パクツ・バス・マリア、エミール・ドゥルーズの、ミスター・ V などである。1999年に、第56回ベネツィア国際映画最新サインを、務めた。2019年11月22日、パリにおいて死去した。90歳没。ありがとうございます。